は快速より速い、快速は特急より遅い。今回は、そんな当たり前な常識を覆す JR 九州の列車を紹介しよう。まずは、快速、ホーヒライナー。九州新幹線全線開業後、有明の運転区間が博多から熊本に縮小。これに伴い、快速、ホーヒライナーが登場。ホーヒライナーの停車駅はこちら。そして、有明の停車駅がこちらです。快速と比べるとどれくらい減っているのでしょう。なんと、特急と快速の停車駅が全く同じなのだ。そう、まさかの特急と快速の停車駅数の一致。これなら快速を特急に格上げした方がわかりやすいのでいいです。しかし、これで驚いてはまだ早い。ということでも一つ紹介するのが、九州新幹線全通時に登場した仙台エクスプレス。ホームライナー的な列車で朝夕に活躍中です。ということで、この列車の停車駅がこちら。今回は快速なので遠く間を走るオーシャンライナー薩摩と比較してみます。この特急は快速よりものんびり屋さんなのだ。そう、まさかの展開。快速より特急の方が止まえる駅が多いなんて聞いたことがありますか？ちなみに、最初に紹介したホーヒライナーは2013年に姿を消しました。しかし、驚きの名列車、仙台エクスプレス、は、ゆっくりたくさんの駅に止まりながらも走り続けている、